すいません、切れてしまいましたね。申し訳ないです。あれでした、宿の横をちょっと通ってたんで、またまたちょっとすいません、Wi-Fi を僕オンにしたまんまになってて、自動で外に、外のネット線になってたのが Wi-Fi に切り替わったところでちょっと切れちゃった。申し訳ないです。ラオスにいるのは19日にまでですね。19日の便でバンコク帰りです。めっちゃかわいいやん。めっちゃかわいいやん。急に終わったね。すいません、なんやってアルアナムタからのツアー。マジですか。ちょっとオムショクショして、アヒルストーカー、いやーあれはストーカーしてしまうかわいさですね。アヒルを見たら、今のアヒルを見たら、ストーカーにならない人の方がちょっと気になるぐらい、それぐらい可愛かった。あ、もう一つリンクが、ありがとうございます。あ、上が短縮ですね、わかりました。 OK です、ありがとうございます。ちょっとそれも参考にしてやっていきたいと思います。ありがとうございます。前ヤギはここを入っていったんですよね。多分この奥に何か何かの言われが、でも有刺鉄線、まあ一応ね、この辺外れてますけど、一応有刺鉄線が張られてはいますね。剥がれてるけど、こうやってこの間をね、ヤギは普通に通っていってましたもんね。でも向こうの方にちょっとこっから回るのはな、いかんよな。川です。あ、この竹の橋も、竹と木の橋も、これいよいよほんまに泥と一緒に土に帰ろうとしてる感じがありありと出てますね。土赤い、そうですね、ここ土赤い。こういう土もありますし、でもこの大体あれなんですよね、道の場合赤土ですね。でこのここの部分は特に赤いですけど、まあ黄色い感じの土とかも結構ありますけど。あー、コミ貼って、ありがとうございます。電気通ってるかもしれない。マジですかビリビリ。さすがにこれだけ雨の地域で電気を通す、あ、まあどうなんですかね、ここまで来るとね。水かさ大体同じぐらいですね。ナムハ NPA ツアー、あ、ナムハ MPA ツアーっていうとこね。あのね、そのナムハ NPA ツアー、僕もあれで見たんかな、ジップラインの関係で見たんかな、なんですけど、それね、もしかするとですよ、これちょっとはっきりわからないんであれなんですけど、もうちょっと調べてみようと思うんですけど、ジップラインアウトっていう理由になったのが、フェイサイっていうタイの対岸の町に申し込みデスクがあるから、そっちから行かないかんって言われたことなんですけど、それと同じパターンに なってしまうのかもしれん。でもどうなんやろ、ネットとかでアクセスしたらいけんのかな。ちょっとこれもあれですね、やっぱり例えば E メールぐらい多分置いてると思うんで、そことちょっとやり取りですね。ああ、彼女の家に近いか。あれです、こう、どう言ったらいいのかな、井戸的には大体同じ場所だったっていうのは知ってます。で、あとどうかな、多分標高も割と似たような感じだと思います。で、まあもちろんその陸路で移動していってって言ったらかなり時間はかかるんですけども、ベトナム国境まで行って、で日本人は通れないんですけどね、その国境は。その国境を越えて、ラオスからミャンマーの方に入って、
で、その辺りの地域がすでにあのタイアイ族も結構多い地域は地域っていうことですから、まあ、そうだといえばそういう感じですね。バイクで突っ込んでみる向こう、いやそれあの橋が流されてしまうぐらいですんでね。あのちなみに橋が流されてたのは、あそうか、ヒラリンさんがおるのに俺ちゃんと説明せんかったな。あの先の橋、竹でできた橋なんですけども、あのこの増水の時期になったらもう川の勢いに任せて、あの毎年流されることを計算して毎年作ってる橋だったんですね。まあ、橋桁だけポツポツとまだ残ってましたけど、まあ、あれも場合によってはまあ 流されてしまうっていうね。あ、読みを食いやがった、あそういうことがあったんや。ここを教して、いやそれはたまたまなんちゃうかな。あウォッチやばい、君たちみたいに水浴びをしてしまうとこやったよ俺の右足が。ターザンしたい、増えさえいかんといかん、ご飯食べよう、塩ラーメン最後絶対塩ラーメン。本編もある、分かりにくいけどね、あるみたいですよね。ありがとうございます。でもちょっと思い出せました、そのこと。僕はあの来る前にパソコンで調べてたんで、こっちの携帯の方には全然履歴もなかったんで、ちょうど教えていただいてよかったです。陸路って入国審査ができないから入国できないの。陸路はあのちょっと待ってよ、陸路はこのタイとの国境の話かな。いやそこは全然往復はできるんですけどね、あのただ単に僕が今いるこのルアンナムターの町からあのわざわざタイの対岸の町に戻って、でフェサイがね面白いところだったらいいんですけど、本当何にもないところなんですよ。あの何もないのが面白いラオス の旅行なんですけど、あの本当にその何もなさの中の面白さも何もないっていう、ちょっとあの僕にとってはですよ、そんなあのこき下ろしてしまいましたけど、そこにちょっと戻りたくないなっていう気分なんですよね。諦めてて、いやそれ持ってないしそれどうしようもないじゃないですか。毎年、あそうそう、毎年流されて作るみたいですよ。それがなんかこう一つの季節のこう行事になって、行事というかまあねパタしてるみたいな。水浴びをしてしまうところだったよって、この大の右足ピカピカしてんの。動物うろうろしてるから怪我したら破傷風とか、あーまあまあまあそれは確かにそうですよね。気分次第、いやもうほんま気分次第ですね。ちょっととりあえず普通に僕こっからバイク乗って出かけようかなと思ってたんですけど、ちょっとトイレに行きたくなったんで一旦宿に戻りましょう。観光客はそうですね、ここ主にはトレッキングの中継地点になるような町ですね。だからこう昼間からこうプラプラしてっていうような感じはちょっと少ないです。あとうとうこれをまた披露する時がやってきた。あの扉がねほんと開かないんですよ。でどれぐらい開きにくいのかをちょっと見ていただこうと思いまして、こんな感じ映ってんのかな、まあ映ってることにしましょう。まああのだいぶコツをつかんできたけど、ラジオ放送になってしまった。またラジオ配信になってんやん。マジっすか。ちょっと仕切りの、なんでやねん、必ずここへ来たらラジオ放送なんねや、どういうことやねん。マジのすけ、ちょっとじゃあラジオ放送やったら一旦切りましょうか。あのこっちではラジオ配信のようにはなってないんですよ。なんでちょっと Wi-Fi も入れて一回じゃあ付け直しましょうということで、ちょっと一回じゃあ切りますね。その間に、トイレ行っときます。ということで、